ステップ4 QRNRA で使うルールセット。どうやってルールセットを QRNA に適合するでしょうじゃあ、まずは、コネクションセットアップについてなんですが、2パスの手法をお説明しました。これがアウトバウンドのパスがあって、インバウンドのパス、かリトーンパスかあるでしょう。 そのイニシエーターとレスポンダーがあって、イニシエーターがレスポンダーにつながりたいと思ってるんですが、リクエストを送って、通るリンクと通るリピーターについて、そっちにはリンクごとについての情報集まって、レスポンダーはその情報を全部もらって、ルールセットを作るでしょう。そして、そのルールセットができてから、各ノードには配ります。 これが一般化にはしたいんですが、それが格装にはできるようにはしなければなりません。それから、一つのことなんですが、戦略としては、まずは格装には、Request があるんですが、その Request が r e s p o n d e の住所を持っているんですね。r e s p o n d e のアドレスを持っている。で、その r e s p o n d e のアドレスを持っているなんですが、それはもしかして次のホップではなく、 次の次のホップにはなっている場合もあるでしょう。そして次のホップにはそれが独立に,には渡すことがそれがボーカルポロシーで決まることにするなんですがそれが例えばとルーティングテーブルですね。そしてこれが核と物理層、まま、に届くまでに,には再起することにするなんですがその物理層に届いて隣の,の,のネイバーのノードに送ります。 それから、一つの重要な関数なんですが、さのの、えっき、と、のデリリヴェリーの関数を説明したステップに使っていた関数なんですが、Map の関数ですね。それが LayerK の ResponderAddress を LayerK-1 の ResponderAddress には、えっと、Translate すること、えっと、通訳することにするでしょう。そして、 各ノードの、各ネットワークのレスポンダーのところでは、ルールセットを作ることには、それが決まってるんですね。そうすると、まあ、あの同様に,にはと、帰りの道に,には、経路の,の、えっと、各ノードの、えっと、ルールセットを配ります。それから、一番上の層に,には、レスポンダーのところが、がえっと、イニシエーターに,には、えっと、確認のメッセージも送ります。さて、例を見てみましょう。 例えば、クライアントがサーバーにつながりたい場合があるんですが、それが、えっと、クライアントはイニシエーターになって、サーバーはレスポンダーになります。そして、まずは、一回下の,の層に,に渡して、そのレイヤー K のところには、このトポロジー図が,が把握しているんですね。さっきの、えっと、ルーティングテーブルとかについて、その情報を使って、 サーバーのアドレスは2.1だと分かって、NEXT HOP は1.99になると分かってます。そして次のステップには、これが物理層かどうかには判断することになるなんですが、それが MAP の関数をコールします。そうすると3.1と3.99のアドレスは出てきますので、これが物理層にはなってないと。 わかってるなんですが、それが次のコールする関数はデリリリーの関数になります。そしてデータとその新しいアドレスを渡し、渡します。これが、えっと、IP ネットワークと同様になっている場合には、それが、えっと、IP のネットワークからイーサネットの層に渡す場合には同じことになります。このマップの関数は、あの、ARP と,というプロトコールを使ってそれがどういうのと、機能を持っているんですね。 それから、その、最近になっている場合なんですが、レイヤー K y e r k-1 になっていると、3.1と3.9をつながりたいと、と、と、分かっているなんですが、今回には3.99は、それが、responder にはなります。そして、そういう、こういうトポロジーズになっているのなんですが、3.1、3.2、3.99のところにも、これが、先の 2-pass のセットアップにはなります。それから、 こっち側にも同様になっているなんですが、4.99と4.1につながる場合には、これがイニシエーターとレスポンダーになります。そして、この3.9と3.2と4.2のノードが上の層には見れないものになっているなんですが、それがトポロジーズには隠すことにはできているんですね。それから、えっと、ルールセットについてなんですが、こういう形については、 えっと、各レスポンダーが,がルールを作成する仕事は重要になりますが、もう一つの重要な概念は、えっと、このバウンダリーのところ、その境のところには、リーライトできるようになっているんですね。それが、えっと、再起に分けていると、境になります。そして、なぜその境のところには再起することでしょう。まあ、まずは、 全世界のインターネットワークに,については、それが全部の,の,の情報を格納でには持つことに,にはし,し,したくないな,なんですが、各ノード必要な情報だけを持つ,持つためには、その境でやると、その情報を限られています。それが制限されています。それから、レスポンダのところに,には、えっと、改善することに,にはできるようになりますが、それ もちろんそれがルール,ル,ールセットの範疇で、ね、に,になってるなんですが例えば新しいルールセットを作る手法が,が発明したら使ってもらいたいことになってるかもしれませんがそれが全世界のレスポンダーに,には配らずに,にはまずはちょっとずつ改善することが,ができるようになってるんですがそれがディプロイして あるレスポンダーだけにはソフトウェアのアップデートすると、その新しい手法は使えるようになって、そして、だんだん全世界には少しずつにはアップデートできるようになるでしょう。で、それが問題になっている場合とかに,に,は,にはあるかもしれませんが、それのダメージが,が、えっと、制限されるんでしょう。それからもう一つなんですが、<laughs> まあ、それが、 コネクションのダメージとかについても関連なんですが、コネクションについての議論はやりやすくなります。そうすると、それが正しいかどうか証明することはやりやすくなりますが、あとは運用の最中にはそれがディバックすることもやりやすくなります。それから、1G ネットワークと 2G ネットワークがあるかもしれませんが、それが 各ノードについては 1G か 2G じゃなくて各ネットワークにすることにはそれが運営はしやすくなりますがそうするとその 1G と 2G につながるところにはその総合運用性は必要になりますねそうするとそのネットワークバウンドリーのところにはそれがその仕事を行うことはやりやすいと思いますそれから その総合あの運用性なんですが、それがその各ネットワークのアーキテクションも,もう異なっている場合になりますので、それの総合運用性には良いにします。それから、さっきの言ってた通りには、あるノードが見えなくなってしまいますので、それが、実はそれがプライバシーと 自立性、プライバシーと a 頼みについては、それが、えっと、いいことになっているので、隣のネットワークの内部のうねだと,とトポロジーズなどについては、えっと、隠しますので、その必要な情報と、隣のネットワークに伝えなければならない情報を制限します。そしてこれが QRNA のルールセットについての説明になりました。これが えっと最後の QRNA についての話になりました。